メンズ向けのファッション雑誌でデビューを飾り、その後イケメン俳優として活躍した坂口健二さん、イリューなど数々の有名ドラマに出演され、スポーツ番組のナレーションも務めていました。今回はそんな坂口健二さんが無期限活動休止の理由、過去の熱愛情報、そして現在の活動について見ていきたいと思います。1999年にメンズ雑誌でモデルデビューを果たした坂口健二さん、その後俳優業を開始され、人気イケメン俳優として数々のドラマや映画に出演し大活躍されました。しかしそんな坂口健二さんは難病を患ってしまったため、演技ができなくなり俳優業にストップをかけられました。その後俳優業ではありませんが、ナレーションなどで仕事をこなされるもの、2018年3月に無期限の活動休止を発表することとなりました。そして治療に専念するため、2018年5月をもて所属事務所を退所されています。一部週刊誌にて松葉杖をついていた坂口さんの状態や病気の症状などから、実は難病だったのではないかと報じられたことがあったようです。その噂された難病というのが、厚生労働省の特定疾病とされる特発性大腿骨頭壊死症でした。特発性大腿骨頭壊死症とは股関節の病気の一つで、大腿骨の上端の大腿骨頭の骨組織が壊死し、関節が変形、破壊する病気であり、このうち原因がはっきりしないもののことです。他の部位にも併発してしまう恐れもあるようですが、幸い坂口さんの大腿骨の状態はそこまで悪化していなかったようです。杖をつき安静にすることと投薬治療で病状は安定し、手術は回避できたようです。最近ではお笑い芸人の千原ジュニアさんも同じ病気にかかり、こちらは手術されていました。難病の治療に専念されている坂口健二さんですが、一部では医師免許取得といった噂がありましたが、実際のところ坂口健二さんが医師免許を取得したといった事実はありませんでした。俳優業を盛んに行われていた時に、イリューというドラマで医師の役を演じられていたことがあり、それがそのまま医師免許取得につながったようです。それだけ坂口健二さんの医師役が板についていたのかもしれませんね。現在は適切な治療によって日常に支障のない生活が送れている可能性が高いようで、99里にて趣味のサーフィンを楽しんでいる姿も目撃されているようです。徐々に症状が良くなってきて、坂口健二さんは海に行く時間も増えたようです。それではここからは、これだけのイケメンである坂口健二さんの過去の女性遍歴について見ていきたいと思います。現在は一般女性の方と2014年ご結婚されています。坂口健二さんと奥さんの出会いは2013年夏前のことです。坂口健二さんが俳優仲間の伊藤英明さんと共に奥さんの店を訪れた際に、坂口健二さんが奥さんに一目惚れしたそうです。会話も弾み、すぐに意気投合して交際に発展。その後交際半年でのスピード婚を決意した直後に奥さんの妊娠が判明。2014年に入り両親に結婚の報告をし、ゴールインしました。坂口健二さんには2014年9月20日に第一子長男、2016年5月29日に第二子次男が誕生しています。坂口健二さんが難病を発表される前に寄り添っている姿なども目撃されており、その後お子さんも誕生していることから、お二人の関係は良好と言えそうです。そんな坂口健二さんがこれまでに交際していたと噂された女性について3人ご紹介します。まず1人目は女優の小雪さん。坂口健二さんと小雪さんは2002年のドラマ天体観測の共演で知り合い、交際に発展しました。2人は人気役者として多忙な生活を送っていたものの、海外旅行に出かけるなど順調な交際を重ねていました。しかし坂口健二さんは結婚願望が強かったものの、小雪さんは結婚に対しての思いがなく、二人の気持ちにすれ違いが生じ、2005年に破局しています。二人目は女優の稲森いずみさん。坂口健二さんと稲森いずみさんは2006年にドラマ「イリュー」で共演しました。この作品がシリーズ化したことにより親しくなったようですが、これまでに二人が交際していたという証拠となるものは出てきていません。そのためこの熱愛情報は噂止まりと言えます。三人目はモデルの桜井由美さん。
2009年に週刊誌が報道したことで2人の交際が明るみになりました。一時は同棲もしていたものの、坂口健二さんの仕事が多忙で結婚の時期が見えなくなり、気持ちがすれ違ってしまったため2013年に破局しました。現在の奥さんとの目撃情報も週刊誌などに掲載されており、二股とも言われましたが、桜井由美さんとは交際を解消されていますので二股ではありませんでした。芸能活動を休止中の坂口健二さんが現在何をしているのか気になるところですが、なんとコーヒーショップを奥さんと経営しているそうです。そのきっかけは坂口健二さんの尋常ではないコーヒー愛だったそうです。プライベートではもちろん、ドラマのロケ地など様々な移動先でも各地のコーヒーを味わっていたそうですが、心底美味しいと思えるコーヒーには出会っていなかったそうです。そんな中、坂口健二さんは2014年3月に結婚された奥さんが以前住んでいたアメリカのオレゴン州のポーランドを訪れた時、そこで本場のコーヒーの文化に触れて衝撃を受け魅了されたそうです。そして帰国後、坂口健二さんはコーヒーの焙煎技術のレッスンを受けて1年半かけて経営する準備をされて、コーヒーショップのビジネスに乗り出したそうです。このような経緯で坂口健二さんはセカンドキャリアとしてコーヒーの焙煎師という道を選択されて、オリジナルブランドのザ・ライジング・サン・コーヒーを立ち上げて現在経営中のようです。2018年夏には千葉県99里に売後、2019年春には東京都内に初店舗を構えられています。さらに2021年6月1日には千葉県大網白里市に2号店を開店されており、現在経営中のコーヒーショップは順調のようです。坂口健二さんが焙煎されたコーヒーはアフターサーフブレンドといって、サーファーの人たちがサーフィン後に飲めるコーヒーなんだそうです。サーフィン後に飲むコーヒーは口の中が海水の味がするので、しっかりしたコーヒー本来の味を求めてブラジルとケニアの豆を配合してしっかりと焙煎して作り出されているようです。とことんサーファーのことを考えて開発された坂口健二さんの商品は地元のみならず全国からサーファーが来店されるようで相当高い評価を受けています。芸能活動を無期限で休止しており、現在経営中のコーヒーショップも順調のようですので、もう芸能界には復帰しないんじゃないかと思っていましたが、なんとテレビドラマに電撃復帰するとの情報が出ました。その復帰作というのが2023年4月期にフジテレビ系の月9枠で放送される木村拓哉さん主演の風間勲や表情霊です。この作品では木村さんが警察学校の鬼教官を演じ、スペシャルドラマとして20年21年に放送された表情シリーズの始まりが描かれます。坂口さんは9年ぶりのドラマ出演となるそうです。2022年週刊誌の取材に対し、役者さんやスタッフなどとも連絡を取り合っていますから、芸能界との関係が完全に切れたわけではないですよと語っていました。木村さんとは2004年1月期のプライド以来19年ぶりの共演となります。また表情で演出プロデュースを務める中江勲さんはプライドでも演出を担当していたそうで、今回の復帰にはそういった縁も関係しているのかもしれませんね。3月上旬には神奈川県内で行われていたロケ現場を一般の方に見かけられていたようです。9年ぶりのドラマ復帰となり、さらに木村さんとの共演も再び見られるということもあって、表情の放送が楽しみですね。ご覧いただきありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。